これがデザインでしょっていうのもじゃなくて、これなんだというような本当にもう感動に近いものをねまでこうブラッシュアップしたものをぶつけたいなと思ってるわけです。意外みたいなそういうことを言ってもなんか本当に生き物だなプラスチックって、ね、なんか最適化とかこれも分かんないんですよ何を言いたいそうでも僕らみたいなこれ綺麗でしょうがないんですよはっきり言ったらかっこいいんですよ何をどう伝えていいのか分からないから相談乗ってくれないかっていうそういう依頼なんですよ。要するにね、我々もそうなんですが、自社のことって自ら一番分からないことってやっぱあるんですよ。ですから今弊社の事業を一言で紹介するんでしたら情報デザインしてる会社なんですよというふうには紹介しております。お客様がまず何をされたいかですね。まず何をされたいか。で、これはですね、端的に今商品が売れればいいという話だけではなくて、その商品やサービス技術を通してお客様はどういうふうにその先におられるエンドユーザーに貢献されようとされているか、心あたりを整理して差し上げます。大概お客様は商品やサービスができた時点で、それを販売促進するために、チラシがいるなとか展示会出さなあかんなと、そんな風にショートされるんですね。考えがショートされる、目の前のお客様と同じ視点で同じ立場になって、まさにお客様の傍らに座ってですね、右腕左腕というような形でお手伝い差し上げる。その具体的な形としてウェブがあり映像があり紙物媒体、ね、グラフィックデザインがあり、こんなツールは何とでも作りますよ、うちは。ただどれがいいかまず考えませんかって話ですね。テンプレートを使って必要な情報だけ、お客さんからもらった情報だけをそのまま乗っけてこう作業的に作っていくホームページ屋さんと、ちょうちみたいにその、お客さんの強み弱みとかちゃんと分析して競合とかも調べてっていう2通りはあると思うんですね。でなので最初こっち側で作られたお客さんがこうリニューアルお願いしますってうちに来た時に、そんなに作り込むんですかとか調べるんですかって言われたことはありますね。まだこれは少ない方なんですけども、お客さんによって苦労するところっていうのは全然違うんですけれども、本当に初回の構成案の提案からもう揉めることもありますし、競合を見たりとか強み弱みをその会社にの社長さんなり社員の方なりに書いてもらったりするんですけど、ヒアリングシートみたいな、そのあたりでその会社らしさを、抽出してから作るようにしてます。本来はページ全てにその会社らしさが現れているのが一番いいサイトだとは思いますね。やっぱりそのクライアントに、最初のサイト作る時のいろんな、さっき言った競合なり提案なりもそうですけど、その会社に深く関わってサイトを作るっていうのがこの会社らしさだと思いますね。いや、コーディングという作業、ウェブ化ですね、例えば何ですかね、こんなデザインにしましょうとかいうのを作るんですけども、それを実際にホームページに落とし込むのは僕らです。
媒体のパンフレットとかチラシ広告あと提案資料とかそっちの方が分かりやすいんじゃないかと。いいホームページとは常に情報を発信しているホームページですかね。発信できる仕掛けがいくつもある方がいいのかなと、まあ、その辺の仕組みとお客さんができるようにする仕掛けとか、まあ、簡単に更新できるようにする仕組みとかが僕らは、まあ、技術的なものだとか舞台なので、まあ、そういうところで物を動かして表現するというのが、まあ、簡単に言えばムービーから、まあ、フラッシュ、まあ、ホームページのフラッシュとかそういう主に動かして見せるっていう病気ですね。いわゆる動画ですね。いろんな媒体あるじゃないですか。やっぱりその一番効果的に、その例えばこう宣伝費出して一番それがその客さんで効果があるやり方をうちいろんな媒体できるんで、その中から選んでこれが一番効果ありますよっていうふうに、なんか第一歩やと思います。依頼者の本当に何でしょう、気持ち、喜び、痛みまで共有できる。で、その気持ちの上でね、リスクまで共有できるようなつもりで作るクリエイターってのはやはり生きた時代を作ります。じゃないんですよ。ここが大きいですね、やっぱり。